はい、それでは、遅くなりましたが、第2回目の、サイバーセキュリティ基礎論の授業は開始したいと思います。で、今日は、事例ということで、主にですね、サイバーと言いながらもほとんど、インターネットに関わることですけれども、いろいろなですね、事件を起こしたものについてですね、紹介をしていきたいと思います。知ってるものもあるかもしれないし、知らないものとかですね、名前ぐらいはこう聞いたことがあるものとか、いろいろあると思います。で、ちょっと欲張ってですね、数が今日多いので、かなり駆け足で説明をすることになるかもしれませんので、もしもですね、キーワードなんかわからないものがあったらですね、後から自分で検索をするとかですね、講義資料をキーワードにしてちょっといろいろ調べるなどして、よく、復習をしておいてほしいと思います。ちょっと後半のですね、情報倫理とかオレオレ詐欺とか著作権侵害のところは、この講義の別のコマであるので、ちょっとそこまではちょっと今日は行かないと思います。テキストの内容はですね、IPA というですね、経産省の外郭団体がありますけれども、そこがですね、セキュリティ情報を収集してますが、収集して、テキストなんか作ってるわけですけれども、で、それを公開してます。で、それの資料をですね、一部、抜粋しています。あとはちょっと必要に応じて、ウィキペディアなんかもですね、間違ってないものについては、引用している状態です。で、まずマルウェアですね。マルウェアっていうとですね、聞いたことがある人もあるかもしれないし、聞いたことがない人はですね、これは何誤解なと思うかもしれませんけれども、マルウェアというのはマルシャスソフトウェアということで、それの頭を取ってマルウェアになってます。完全にこれは和製英語なので、おそらくですね、外国ではあんまり通じないと、思います。今週から講義を参加する人はですね、シラバスに授業の、URL が載ってます。で、シラバスのページにですね、で、そこをたどると講義の、ホームページがありますので、そこからすべてパワーポイントがダウンロードできるようになってますので、各自にですね、ノートパソコンに、テキストをダウンロードして、見ながらやってください。で、昔はウイルスというコンピューターウイルスという言葉をよく使ってましたけれども、最近ではですね、総称してマルウェアという言い方をします。というのは、下に書いてありますけれども、スパイウェアとかですね、ボットなどのコンピューターウイルスとは少し毛色が違うですね、コンピューターに勝手にインストールされて活動するものをですね、総称してマルウェアというふうな言い方をしますが、世間ではですね、まだウイルスプログラムなんかで十分通じるような気はします。で、もともとですね、ウイルス、上書いてますね、他のファイルやプログラムに寄生して数々の悪さをするソフトウェアって書いてあります。寄生してっていうと自動詞で書いてありますけれども、決して何にもないところに自分から行くわけではなく、多くの場合はですね、ある悪い人が、今であれば USB とかですね、それから、ソフトウェアの一部に、忍び込ませておいて、その、ウイルスがついている USB を誤って、コンピューターに、刺してしまって、それが、コピーされることを感染すると言ったり、あるいは寄生してっていうのはですね、すごく単純なやり方だと、
ファイル名を隠してよく見えないようにするとか、あるいはなかなかですね、アンチウイルスソフトウェアなんかで検知できないようにしているような状況を言いますが、まあ、ほとんどのですね、メジャーなウイルスというのはですね、いつかは基地になりますので発見されます。で、発見されないパターンはですね、コンピューターアンチウイルスソフトウェア のフルスキャン機能とかがあると思いますけれども、あれがなかなかこう時間がかかったりしてですね、フルスキャン、しない。つまり、ウイルスがですね、自分のコンピューターに入った時点では未知であったので、そのウイルスアンチウイルスソフトが発見できずにそのまま残りましたと。で、その後そのウイルスが基地になったとしてもですね、普通のアンチウイルスソフトっていうのはそこでフルスキャンかけないと、そのウイルスが表立って、何かしない限りはですね、見つけられないという、性質があるからなんですね。アンチウイルスソフトウェアっていうのはですね、まあ、いろいろなパターンでウイルスを発見しますけれども、まあ、例えばファイルをコピーするときにオペレーティングシステムといって、まあ、Windows とかですね、Linux とかが必ず実行する、命令があります。それは例えばそのドライバーの中であったりですね、そういうところにあるわけですが、そこをこう見張っていて、で、コピーするときにファイルが必ずそこを通過するので、そこを通過するときにですね、そのファイルの識別値、まあ、例えばそのファイルというのは、コンピューターの中ではビット信号で格納されてますので、特定のビット信号列を持っているファイルはウイルスファイルだということを検知するわけですが、その時にですね、検知されないものはなかなかですね、後から遡って検知されにくいという問題があるからなんですね。しかし、まあ、最近はこういうウイルス系のやつというのはですね、全く新しいウイルスっていうのがなかなか最近出てこなくて、過去作られたウイルスを少し変形させたものとかですね、名前を変えたりとか、さっき言ったビット列を少し変えたものが多いので、まあ、すぐ登録されることになっているので、まあ、なんかすぐ検知はできます。で、ちなみにコロナ禍の人で自分はですね、自分のコンピューターにですね、コンピューターウイルスがついてしまったことがあるという方っていますかね。全然いないですかね。あ、ちょっといますかね。手が静かに上がっていましたので分かりませんでしたけれども、ですね、僕もですね、あんまりないんですけれども、まあ、覚えてる範囲ではですね、海外出張とかでよく国際会議とかで行くとですね、まあ、こういうふうな感じでプレゼンするんですけれども、自分の USB メモリーを持って行って、でプロジェクターがついてるそのコンピューターにこう挿して、でプレゼンをして終わったらそれを抜いてというのをやるんですが、ある時にですね、それ挿しましたと。で、自分のパワーポが入ってこうやって発表終わって、で戻って、で少し何か意見を言われたので修正しようかなと思って、その USB を自分のこうコンピューターに挿した時にですね、アンチウイルスソフトがこうビヨンとこう起動してですね、今コンピューターとか USB にはですね、ウイルスがついているというメッセージが出たことがあります。つまりですね、そのプレゼンに使っているですね、コンピューターに結構ウイルスがついていたんだなと思いました。で、その時はもちろんそのアンチウイルスソフトウェアを入れていたので、すぐ検知ができましたけれども、まあ、その日はですね、20人ぐらいそのパソコンを使ってプレゼンを同じようにしてましたので、中にはアンチウイルスソフトを使ってない人もいたかもしれないので、そういう人のコンピューターにはそのウイルスが入ってしまって、その人が自分の国とかですね、研究所に帰ってまたそのウイルスがこう広がっていくのだなというふうに思いました。まあ、結構まだ最近です。5年ぐらい前の話です。で、ウイルスはですね、なんて言いますかね、なくならないですね。存在は消えない存在は消えないけれども、普通アンチウイルスソフトを入れていると思うので、まあ、それが検知してくれます。あるいは最近は Windows 8とかですね、10とかだとマイクロソフトの Defender というソフトがありますね。あれがまあかなり性能がいいので、ウイルスは存在してるんだけれども、
なかなかですね悪影響を及ばさないという状況になっていると思います。それからスパイウェアとかですね、ボットで、スパイウェアという言葉もですね、皆さんは聞いたことがある方もいるんじゃないかなと思います。で、スパイウェアっていうとですね、名前がちょっとこうミーハーな名前がついてるんですけれども、ですね、まあ、これもインストールのされ方、付き方っていうのは様々ですね。何かその実行したファイルの中に入っていることもあるし、今日ちょっとまた後から説明しますけれども、何かダウンロードしたときにですね、ダウンロードする先のサイトがですね、すでに不正アクセスをされて、でそのコンテンツと一緒にこう入ってきてしまうと言うと、なんかそんなことがあるんですかと思う人もあるかもしれませんが、これは実際にあるというのをですね、後からまた説明しますが、まあそうやって入っていくわけです。で、ウイルスはですね、まあ、必ずしもそうというわけではないんですが、ウイルス の特徴というか仕事は何かというと、システムの破壊が多いんですね。で、なんでシステムの破壊が多いかというと、ウイルスのようなですね、プログラムというのは結構作るのに技術がいります。人が分からないように作ってですね、それで、分からないようにこう感染させないといけないというとですね、最後までそのウイルスが入ってるか入ってないかっていうのが分からないですよね。で、まあ昔はですね、そういうふうなことをして最後にですね、システムをこう壊したり、あるいはこう周りのコンピューターを全部利用不可能にすることによって、その存在が明らかになるんですね。作った人が、これで自分が作ったウイルスがですね、みんなに認知されたということで、まあ、そのシステムをこう破壊したり、とにかくこう目で見えるような動作をするものが多かったんですね。それに対してこういうスパイウェアとかですね、その下に書いてあるボットというのは、システムはですね、壊さないんですね。別の目的があるんです。別の目的は何かというと、情報収集ですね。こっそり入って、でそのコンピューターの中にある文書とかですね、写真とかですね、いろんなものを情報収集して、その所有者に送ったり、所有者に直接送るとバレるので、所有者が不正アクセスして後からですね、情報収集できる第三者のサイトにコピーすることが多いですけれども、とにかく外部にこうやってそのコピーするというタイプのものです。で、まあ、スパイウェアのですね、存在みたいなものが言われ出したのは結構前、10年ぐらい前で、その頃ですね、スパイウェアと言われてもそういうことをするソフトウェアが本当に存在するのかなと。それから、そうやって抜き出した情報を使う人がいるのかなというふうなことを思っていましたが、最近はよくその情報漏洩とかですね、それから要は漏洩させた情報というのは本当にお金になるんですね。個人情報、個人情報というのはですね、誰それは何が好きとかそういう情報ではなくて、単純に氏名と住所の組み合わせですね。氏名と住所の組み合わせが分かるとですね、ダイレクトメールを送ることができるんですね。いろんなことで、活用できます。ということで、個人情報というのは非常にまあお金になるんですね。ということで、そういうその個人情報などを抜き出したり、あるいはもっとすごいものをこう盗んだりとかですね、そういう目的でスパイウェアとかボットというのはですね、活躍しています。で、スパイウェアについてはですね、本学でもですね、時々ある部局でそれが発見されたりします。で、なんでわかるかというとですね、まあ皆さん SSOKID とパスワードを持っていると思います。 SSOKID があったらですね、学生基本メールにアクセスができると。逆に言うと SSOKID がないと、そういう学生基本メール使ったり、まあ、いろんなものにこうログインできないんですね。で、ある時うちの、まあ、学生が職員の方のメールアドレスで、まあ、大量メールがこう発生したことがあるんですね。
でよくよく調べたらその人の ID とパスワードを使って、メールが送られていたと。でよく調べてみるとその ID と ID は変更できませんがパスワードはですねそんなに類推されるようなものではなかったんですね。でその方のそのパソコンをよく調べてみるといわゆるこのスパイウェアというものが検出されて、スパイウェアというのはですねまあ言ったようにこうその人が入力した内容も全部記憶しますので、その方がですね、まあ、メールを送ったりなんかするときに ID とパスワードを入れたその情報が盗まれて、でそれを使って、迷惑メールを出されるようになったということがですねこれはつい1年以内ぐらいに、見つかっています。ということでスパイウェアっていうのは、まあ、どこから入ったかっていうのは分かりませんでしたけれども結構ですね身近な存在です。でポイントはですねアンチウイルスソフトでちゃんとですねフルスキャンしたらちゃんと見つかったというところですね。さっきも言いましたけどそれが作られた時はアンチウイルスソフトはまだ発見できない状態だったのが、まあ、しばらくするとそういうのがですね、見つけられるようになったということで、まあ、フルスキャンする前に攻撃されたんだと思いますけれども、フルスキャンするとですね、結構時間がかかるんですが、まあ、いろいろな、まあ、これは生活パターンによると思うんですね。いろいろなそのサイト、インターネットの、ウェブサイトに自分はアクセスするなという人、それから添付メールをそのいっぱいもらうなという人、それからいろんな人にUSB でファイルをもらうような生活パターンをする人っていうのはですね、スキャンウイルスのですねフルスキャンですね時々した方が僕はいいと思います。我々教員はですねあんまりコンピューター使って、まあ、コンピューターと教育用業務用のコンピューターですねその他のコンピューター結構分けて使ってますので、まあ、例えばこういう授業で使うコンピューターでは授業コンテンツしか絶対見ないので、まあ、そういうものがつく心配はないんですけれども皆さんは1台のコンピューターで、まあ、勉強から将来は研究それから家に帰ったら、まあ、ちょっと息抜きとかですねいろいろしてると思いますのでぜひですねそういうのはしてみた方がいいと思います。で、最後に書いてあるのが、ランサムウェアというやつで、これはまあ、聞いたことがある人の方が少ないんじゃないかなと思いますが、これもですね最近活躍している悪質なマルウェアの一つですね。まあ、ちょっと文章をたくさん書いてありますが、ちょっとご着したウィキペディアをだいぶそのまま、載せてますけれども、要はですね、まあ、これも何らかの方法でコピーされて、動くんですが、例えばそのドキュメントの下とかですね、いろんなところに重要な文章があったりします。そういうのを勝手にですね、暗号化をすると。あるいはそのログインをできなくするようにすると。で、暗号化したファイルを開こうと思うと、ポップアップのメッセージが出てですね、これはもう暗号化してあなたは使えませんと。でもしも、ほどいてほしかったら、もしくは、あるいはパスワードをですね、教えてほしかったら、どこそこにお金を送りなさいと。あるいはその、このコンピューターもログインができなくなっていますと。ね。で、再びログインできるようにしてほしければどこそこにお金を払ってくださいというメッセージが出るんですね。で、どこそこにお金を払ってくださいというメッセージが出ればですね、その人をこう検挙できるんじゃないかなと思うかもしれませんが、こういうマルウェアはですね、日本製でないものが多いですね。振込先がですね日本国の銀行口座であったりするとそれはすぐに分かりますけれども、大概はですね例えばそのペイパルのようにですね、電子メールアドレスをID とした振込先とかですね、そういうところが多いんですね。でそういうところはなかなかトレースするのは難しいです。払ったお金を決済できなくすることはできますけれども、その人が誰かですね、どこの国の誰かということを突き止めるのは非常に難しい。それと、まあ、皆さんも想像つくと思いますけれども、犯人がその人の口座にはなってないことが多いんですね。そのどっか別の国の誰かをお金でですね、お願いしているかもしれないということで、そのペイパルのですね、口座の人を見つけてもその人が犯人でない可能性の方が高いですね。だからもうそこから先はもうわからないですね。その人がもう全く英語が喋れない人とかであればですね、そこから先はもう進まない。
最悪はお金は払ったけど元に戻らないという可能性もあるかもしれないですね。でただしですね、このボットから上は私はそういう被害に遭った人を実際に知ってますし、私のコンピューターにもですねいくつか入ったことがあるので分かりますが、ランサムウェアだけはですね、ネットのニュースとかあるいはまあいろんなその勉強会とかで聞いたことはあるんですけども、被害に遭った人っていうのはちょっとまだ聞いたことがないですね。理屈ではこういうのがあるっていうのは分かるんですけれども、まあ実際にそういう被害に遭った人に実際に会うことがあったりとかですね、そういうインタビューができたらですね、またいろいろ教材なんかに使えるんじゃないかなというふうに思ってます。でコンピューターウイルスについてです。でコンピューターウイルスについてですね、少し知っておいた方がいいなと思うのはですね、コンピューターですね、パソコン、皆さん今日はほとんどの人がノートパソコンを持ってきていると思いますが、こうやって、みんながですね、みんなというか仕事で情報系の何とかをしているわけじゃない、それから研究でそのコンピューターを使うわけでもなく、コンピューターをこう、家庭で持ったり、して、使うようになったのが果たしていつぐらいかですね。皆さんはですね、もうこう生まれて物心ついたらうちにパソコンみたいなものがあるような、世代だと思うんですけれども、これがですね、いわゆるそのインターネットが普及したのがですね、これ日本だけではないですよ、世界で見て、インターネットが普及したのは1990年代ですね。だいたい1995年ぐらい真ん中のですね、だから20年前というとですね、皆さんだいたい20歳前あるいはそれぐらいだと思うので、皆さんがちょうど生まれたぐらいというとかなり前ですけれども、いろいろな歴史で考えるとそんなに昔の話ではないんですね。つまりインターネットが普及したっていうのはどういうことかというと、今例えば NTT とかですね AU とか、うちでインターネットのその契約、あるいはマンションアパートに最初からインターネットを契約してあるから自分で契約してしたことがないので、だいたい契約しないと使えないというのはもしかしたら知らない人も多いかもしれませんが、あれは契約しないと使えないんですけれども、そういうふうにその契約して商売としてですね、インターネットを商売の道具としていいと日本国の法律で決まったのがこれぐらいなんですね。ほとんどの人が知らないと IIJ という会社がありまして、そこの会社が一番最初にですねインターネットサービスを日本で始めました。ちょっと試しに聞いてみますけど、IIJ っていう会社を聞いたことがある人っていますかね。ちょっといますね。ちなみにどこで聞きましたかね。ああ、そうですね、今 IIJ ミオを売ってるからですね。IIJ ミオがなかったら IIJ は多分誰も知らないかもしれないと思うとですね、昔は博多駅の中央口にポスターが貼ってあったんですけども、今ちょっともう貼ってないんですが、僕は IIJ の関係者でも何でもないんです。友達は結構いますけども、会社がですね、一番最初にインターネットの、いわゆる ISP インターネットサービスプロバイダーとしてですね、仕事を始めました。その頃はもちろん携帯なんかなかったので、いわゆるこう有線ネット、紐のついたネットワークで使ってたわけですが、ですでインターネットが普及すると、その普及するというか、インターネットを使うためにはそのパソコンがないと使えないですね。で今はやっぱりこう時代がすごく変わっているので、パソコンがなくてもインターネットは使えるじゃないですか、ね、スマートフォンがあります、パッドがありますですね、それからテレビがインターネットになりますというふうな考えの方ももしかしたらいるかもしれませんが、昔はですねコンピューターが必要だったわけです。で今Windows、Mac を使っている人も多いですけれども、Windows95 というのがですね、この時に発売、マイクロソフトから発売されて、で、いわゆるその Windows、Windows システムですね、グラフィックインターフェース GUI
グラフィックユーザーインターフェースで、まあ、結構こう簡単に使えるタイプ の, あの OS が家庭用にあの売られるようになったのが1995年ぐらいですね。まあ、その後その前もですね MS-DOS という、まあ、黒い画面で、動くコンピューター、もしかしたらですね皆さん の, そのお父さんとかあるいはおじいさんとかをもう知ってるかもしれませんが NEC98 っていうですね日本ですごく流行ったコンピューターがありましたけれども、あれはですねインターネットで使うようなものではなかったんですね。電話につないでパソコン通信を使うものであった。で Windows95 が始まって、で Windows95 はですねちょっとだけ技術的な話を言うと、あの Windows95、まあ、見たことがある人っていないと思いますけれども、Windows95 と今の Windows8 はですね、見た目起動した画面はちょっと違うけれどもデスクトップで使う感じはよく似てるんですね。まあ、当時もすでにあのブラウザーというのがあって、ウェブが見れたりしていましたが、コンピューターあるいは通信というのは全てこうデジタル通信で行われています。デジタル通信の本質は何かというとですね、こうあるビット次のビットは時間が違いますね。時間でこうビットがで時間でこう区切ってですね、時間でこう細かく区切って、このまあビットというか実際バイトぐらいになりますけど、このバイトは A さんのバイト、次のバイトは B さんの仕事というふうにこう時間でこう細かくこう分けることによって一台のですねコンピューターを複数の人間で、まあ、いわゆるその仮想的に使える機能があるんですね。もしかしたらまだ習ってないかもしれませんが、あの TSS という言葉を聞いたことがある人、あるいはですね自分でどっかで勉強したことがある人があるかもしれません。タイムシェアリングシステムというやつですねがあるわけです。で Windows95 の時はですねこの TSS の機能があんまりあの大したことがなかったので、いわゆるですねバックグラウンドで何か処理をするっていうことができなかったんですね。でそれに対して、同じぐらいの時期にですね Windows NT というのが出て、これは、バックグラウンドでもこうジョブが走らせることのできる Windows だったんですね。で Windows NT はどちらかというとサーバータイプのものであまりこう個人で買うようなものではなかったんですね。それが2000年ぐらいになって、Windows95 とですねその Windows NT の後の Windows サーバーというのが出ましたが、それがマージされて Windows XP ですね。 Windows XP はですねこの間まで現役だったので結構知ってる人も多いと思いますけれども、発売されて、で Windows XP はですねマイクロソフトの中でもですねかなり出来が良かったものじゃなかったと僕も思いますけれども、すごい普及したんですね。普及しました。普及しましたが、この頃ですね、これ書いてあります。2001年、コードレッド。それから2003年、ブラスターって書いてあります。この、2つのですね、2種類のコンピューターウイルスがですね、大流行りして、で、システム。まあ、例えばその会社に、100台ぐらい Windows XP を入れてこう仕事をしてます。そこに誰かがですねこういうそのまあオアム系のウイルスを持ち込んでしまって、全部の会社のコンピューターがストップですね、1週間ぐらい業務停止、あここ書いてますね、全部で35万9000台以上ですね。これは多分1週間ぐらいでそれぐらいのコンピューターが停止してしまったということだと思いますけれども、これは大きなですね社会現象になりました。でなんでこんなことが起きたかというと、この頃はですね、アンチウイルスソフトウェアを、ちゃんと入れておくという、まあ、習慣があんまり実はなかったんですね。アンチウイルスソフトウェアはすでに売ってましたけれども高いですね、値段が高い、それから毎年お金を払わないといけない、でウイルスは存在しますと、いつかウイルスが来てあなたのコンピューターが被害に遭うかもしれませんと言ってもですね、なかなかその被害に遭わないとそういう
ですね、毎年お金を払うようなものにはやはりこう皆さんお金払わない。でよくあのコンピューター買うと、1年分だけついてますとか6ヶ月分ついてますとかそういうパターンが多いんですけれども、まあ3ヶ月ぐらい経って、有効期限が切れた後はですね、まあ、あのお金をもう払わないので使えなくなっているということが多かったんですね。そこでですね、この2000年ぐらいの時に、コードレッドとかブラスターが流行ったおかげというわけでもないですけれども、ここからですね、コンピューターウイルス用のアンチウイルスソフトウェアをですね、当たり前のようにあの人が入れるようになったのですね。ですから95年ぐらいにみんながコンピューターを使い始めた頃というのは、アンチウイルスソフトっていうのはあんまりですね、入れる習慣はなかったですね。まあ最初から入っててももう有効期限が切れてもみんなが使わない状態。それが2000年初頭ぐらいになると、こういうですね、莫大な被害を起こすウイルスソフトウェアによってですね、アンチウイルスソフトっていうのがですね、当たり前に入るようになっています。だから今はまあ皆さんですね、特にWindows を使われている方はですね、アンチウイルスソフトが必ず入っていると思います。それから8とかですね、10使っている人はマイクロソフトのディフェンダーですね、これがかなり強力になっています。XP の時はですね、そういうディフェンダーみたいなものが入ってなかったので、アンチウイルスソフトを入れないと、ほぼネットワークにこう繋いだ瞬間にですね、ウイルスが入ってきて、システム不能とかですね、そういう状態になってました。ということでですね、かなりそういう社会情勢で使い方も変わってきています。でですね、この2000年初頭にあったこういう莫大な被害の後はですね、あんまり大きい事件は起きてません。でさっき言ったようにウイルス自体はですね、なくなってないです。まあ綺麗になってたらおかしいですけど、まあ学校の中とか、まあ家の中とかそういうところでは感染することがないと思いますけれども、まあ皆さんもですね、夏休みも終わりましたね。旅行にパソコンを持って行って、まあ、いろんなところでネットワークを使ってみると意外なところでウイルスもらったりすることがあると思います。それから、まあ、さっきの学会の話ではないですけれども、まあ、いろんなところに行っていろんな方と USB ファイルの交換とかするとですね、意外とウイルスっていうのはすぐつくものですが、アンチウイルスソフトが今入っているので普通は大きい被害には合わないというのが現状だと思いますが、今年ですね、年金機構というところで少し大きな事件がありましたが、あれに使われたということになっているプログラムですね、これもウイルスというふうにカテゴリーされてますが、エンデビティというソフトですね。でこれがですね、まあ、先ほどもスパイウェアとかボットと言いましたが、あれと同じようなものなんですね。コードレッドとかブラスターというのはですね、システムを破壊するのが大きな仕事でしたが、このエンディビディというやつはですね、システムは一切破壊しないんですね。一切破壊しない代わりに動作も単純なんですね。自分で操作されたい人のコンピューターに通信して、で操作をしたい人が例えばこうファイル一覧情報を送ってくださいっていうと、ファイルの情報をその人にこう送ると、でその送られた人がですね、中でその情報をこう見て、じゃあこのファイルを取るというと勝手にこうコピーしたり、あるいはその画面のキャプチャーをこう取って情報を盗むと、そういうのをですね、淡々とするウイルスなんですね。でまあ、これは何を根拠にそういうふうに言われているか分かりませんけれども、現状でですね、まあ、1割以上の人がこのエンジビリが実はもう密かに入ってるんじゃないかなということもですね、言われているぐらいですね。大学関係の人はあんまり入ってないと思いますが、社会人の方とかですね、まあ、そういう方は意外とこのソフトウェアが入ってしまってるんじゃないかと。でまあ、これもフルスキャンすると見つかるんですけれども、いわゆるそのこの変形したものですね、そういうものはなかなかもしかしたら見つからないかもしれないですね。で下にちょっと書いてありますけれども、こ
こういうマルウェアというのは、まあ、ウイルスですね、まあ、自分が作ったぜというものから、今は本当にそれを使って、まあ、人のお金をこう盗むためにこう使われているような状況になっているんですね。それから、まあ、そういう状況なので、作る人もすごい一生懸命作ってるんですね。どういうことかというと、アンチウイルスソフトで、それが対策される前にですね、主なる活動をすべて、終了できるように、つまり、アンチウイルスソフトで、対応するの結構早いんですね。早い場合は1日とか半日ぐらいでされます。よってその感染させて、でそのアンチウイルスソフトでですね、検知される前にですね、全ての活動をするようにしてますね。だ年金機構のやつもですね、すごい、タイムスパンで見ると、このエンディビディの、まあ、その年金機構についたやつが入りましたと。その時点ではですね、アンチウイルスソフトは検知できませんでした。すぐさま情報漏洩が起きて、で情報漏洩が起きた後に調べてみるとですね、確かにありましたと。確かにあるのに、なんで情報漏洩が起きたのかわからないなというと、やはりこういう対策ソフトがですね、検知する前に活動をすでに終えていたと。それぐらいスピード感があるような状況なんですね、今は。ちょっとこの辺はまあいいとしてですね、ちょっと情報漏洩もですね、まあいいかな。ちょっと情報漏洩の話、別の情報漏洩の話を話題で一つしておくとですね、まあファイル交換ソフト、まあビットトレントとかですね、僕もちょっとあんまり名前も最近のやつは忘れましたけれども、ウィニーとかですね、そういう名前 のソフトウェアがあります。で、まあ、典型的にはそのあるフォルダを、共有型みたいにしておいて、でそこでですね、自分が何か、人にファイルをこう提供して、その代わりにこう何かそのキーワードを使って、指定をして、自分がその検索、ファイル交換ネットワーク上にあるものをですね、取得すると、まあ、そういうタイプのものだと思うんですけれども、これがですね、まあ、最近、旧大はあんまりこう厳しく言わなくなったのは、これは旧大のですね、インターネットと接続されているところに、すごく大きいファイアウォール装置が置いてあります。で、ファイアウォール装置でですね、ファイル交換ソフトウェアの通信というのは、すべて今検知してできないようになってるからですね。2年ぐらい前はそのファイル交換のフィルターというか自動停止をしていなかったので、検知をしてファイル交換ソフトがパソコンに入っている学生さんを呼び出してですね、目の前でそのファイル交換ソフトを見つけて削除するということを地道にやってましたが、それはですね、もう手が回らなくなったので、今はですね、インターネットの接続のところで全て通信ができなくなるようにしてます。逆に言うとですね、そういう状況なので、大学ではファイル交換ソフトはまあ使えないので、まあ使わないけれども、まあご自宅に帰ったらですね、もしかしたら必要に応じて、まあ、あるいはまあいろんな用途でファイル交換ソフトを使っている方もいるかもしれないなというのがですね、今私の認識ですが、ファイル交換ソフトもですね、まあ、ある情報を複数の多くの人の間で、共有するためのツールです。で、そうするためのツールはいくつか手段も含めてあると思うんですね。まあ、例えばこれぐらいの人数だったら USB にですね、ファイルをコピーして、ここから前からこうずっとこう送っていくというやり方もあるだろうし、メールを使ってですね、こう送ると、あるいは、ウェブにその情報を置いてみんなでダウンロードしてください、そういろいろなやり方があると思うんですけれども、いずれにしてもですね、USB をちょっと配ってくださいというやり方はのけといて、メールで配る、あるいはウェブで撮ってくださいというのは、発信者、情報提供者が誰かっていうのがですね、分かるんですね。
よってその配っているものが違法なものだった場合、配った人が特定されるとその人が罪になるんですね。よってそういう手法は普通は使わない。でところがこのファイル交換ソフトというのはですね、そのもともとはオリジナルの人がいるはずですけれども、それをそのアップロードして誰かがこうダウンロードをすると、そのコピーという、コピーがいろんなところにこう残るようになるので、次からはそのコピーをその人がコピーするからですね、もともとのオリジナルが誰かもわからないですね。匿名性が高いという性質があるので、こういうファイル交換ソフトではそういう違法なもののコピーがしやすいということになってるんですね。でそこでそういう状況が許せない方がいてですね、ファイル交換ソフトにくっついて、でそのファイル交換ソフトを使用しているとですね、その人の全てのコンピューターの全てのいろんなドキュメントとか写真とかですね、公開してない情報も全てですね、一つの、ファイルにして、それをその公開してしまうというそのウイルスができたことがあります。でこれで時々ですね、新聞でですね、名簿がこう、流出してしまいましたとか、あるいはその成績情報が流出してしまいましたとか、そういう事件が起きたことがあります。しかしですね、この、ファイル交換ソフトによる情報漏洩っていうのはですね、もちろんそれ自体は大きなインシデントになりますけれども、爆発的にはですね、広まってないんですね。それはファイル交換ソフトの利用者の数に依存するかもしれないんですけれども、そうやって情報漏洩をすることによるですね、ビジネスモデルがないんですね。情報漏洩をされた人はですね、経済的にデメリットを得ますけれども、情報漏洩をさせた人に何もですね、経済的な価値が入ってこないので、あまりですね、普及というか大きなことが続かない。でさっきのエンディビディはですね、確実にですね、それで成功した人はお金が入ってくるんですね。エンディビディによるですね、被害というのは止まってないです。どんどん新しい人がそれに引っかかって情報漏洩をこう連続的に起こせています。ということで、セキュリティに関するですね、インシデントもただ面白いから、あるいはただのこうインパクトによるというものは、一発目はですね、すごい事件になるんですけれども、二発目三発目はほぼもう出てこないんですね。それが最近は金銭が関わることだと、もう一発目が出たらちょっとこう形を変えて、二発目三発目、相手を変えて四発目五発目というのが出てきて、なかなかこう収束しないというのがですね、今現状になってます。だからそういうものだということで、すごく見つけにくいもの、人を引っ掛けやすいもの、人を引っ掛けたら簡単にですね、その人を騙せて、金銭的なものを盗めるものというのはですね、なかなか減らないというのがですね、今現状になってます。ちょっとクラッキングとかいいですかね。あとファーミングもちょっと置いておいて。これですね、ちょっと技術的なことの、お話をしておきたいと思います。大学にですね、ファイアウォールがあるという話を説明をしました。でファイアウォールというものは何かというとですね、こういう壁があるわけではなくて、これは論理的なものなんですが、組織の中にコンピューターがありますと。でこういうコンピューターはですね、外と通信をしないといけないのでですね、全く、外とこう壁があったら困るんですけれども、自分の都合がいい通信は内側からできるけれども、都合の悪い通信は外からですね、こう来たものは全てこう弾き返すとですね、そういう機能があるものです。でコンピューターというのはですね、基本的には任意のコンピューターと通信ができた方が具合がいいんです。
が、やはりその具合の悪い人とは通信がしたくない。具体的に言うとですね、例えばその大学の中に設置してあるコンピューターは全部信用できるので、そういうコンピューターからのですね通信は全て受け入れたいけれども、外部にあるコンピューターは全部は信用できないので、そういうコンピューターとはですね基本的にはその通信をしないと。で、信用できるものについては少し穴を開けてですね、通信をできるようにするというのがですね、ファイアウォールの主な役割です。で、まあそうは言ってもですね、例えばその電子メールなんかその外から受け取らないといけないので、こういうふうに電子メールはこっそりこう通るようになってます。で、ちょっとその後でまた説明をしますけれども、電子メールの中でですね、この電子メールの中にはウイルスも何も入ってないものが届くんですね。で、ウイルスチェックとかをしてもですね通るんですが、この中にですね URL が書いてある、 URL が書いてあって、この人がこうまあちょっと、クリックして何とかって書いてあるから、こうクリックしてしまうんですね。そうすると今のですねウェブというのは、暗号化をして通信をする機能があります。で、外部のマルサイトですね、マルウェアサイト、マルウェアをダウンロードするような、サイトと通信をして、で、ウイルスをダウンロードするんですね。しかし、暗号化しているので、ファイアウォールがですねそれを検知できないんですね。そこで、ウイルスが簡単に組織の中に入ってきてしまうということがあるんですね。ということで、ファイアウォールがあればですね安全だという神話みたいなものがあるんですけれども、全然そういうことはもう今ないんですね。あとは、さっき言ったUSB を持って中に持ち込む人もいますし、今コンピューターはほとんど今、ノートパソコンみたいにこう持ち運べるものです。いろんなところでこう接続して、いろんなファイルをくっつけて大学のネットワークにこう持ってきてますということで、そういうふうにしてその内部に入るかもしれないし、またこういうパターンでですね入る場合もある。しかしこれよく見るとですね、いくつか止められるポイントは実はあったんですね。こうです。上の方にコンテンツフィルター、ウイルスチェックって書いてありますよね。で、一つは今メールというのはですね結構その中をチェックしてからこう通過するようにしてますが、添付でウイルスが入っているとそのウイルスはこう抜き出すようにしています。それからコンテンツにですね、URL がこの場合は入ってたからそのクリックしたわけですけれども、その URL がですねこのファイアウォールに登録されていて、で、それがもしもこう悪意のあるサイトだった場合っていうのはですね、そのメール自体がですね配送できないように本当はしてるはずなんですね。だからそのいくつかそのパターンがあって、一つはそういう基地のウェブサイトではなくて、普通のウェブサイトを密かに不正アクセスして、でアクセスするとですねこういうマルウェアが入っているようにするようなやり方が、一つ。もう一個はですね、そういうあれです。本当はですからここのファイアウォールでその URL があった場合にそれがチェックできればよかったんですけれども、その URL のチェックができない場合はですね、こういうふうなアクセスが起きてしまうということになります。年金機構の例がよく出ますけれども、年金機構の時もそうだったんですね。年金機構がアップロードした先というのはですね、ごく一般のサイトだったんですね。それはそのサイトに仕組みがしてあって、でコンテンツを そこにこうまずアップロードさせて、後から そこにある情報をこう回収するというやり方だったようです。つまりそのアップロードした先というのはそういうそのマルウェアサイトのサイトとかではなかったので、
内側から外側の通信は全部通すわけではなくて、通信してはいけないことになっているところにはもちろんフィルターがかかるんですが、そういう情報が届く前にアクセスされるとやはりこうフィルターがかからなかったということになるんですね。ということでですね、今今説明すると簡単にウイルスなんか組織の中に来るんだなと思うかもしれませんが、これはやり方とかよく考えていると思うんですね。やはりこうパッとはできないですね。ウイルスをファイアウォールの内側にいかにこう持ってくるかというのはですね、そういうふうなウイルスを中に持ち込んで、でそれでいろいろ情報漏洩をさせてやろうという人はですね、いろいろなその手段を考えてるんですね。こういう手段はこうやって説明するとすごく簡単ですけども、全然ない状態でじゃあ自分で考えてみてたらですね、なかなかできないと思います。それからですね、ちょっと話が変わるんですけれども、スライドがそういう順番になっているのでこの話をしますけれども、ちょっとウイルスと全然違う話になります。これは DOS 攻撃って書いてですね、DOS 攻撃という言い方をします。綴りはですね、MS-DOS の DOS と一緒ですけれども、今あんまり MS-DOS ですね言わなくなったので、混乱は少ないと思いますが、ディナイアルオブサービスアタックということで、日本語にしたらですね、サービス不能攻撃というふうな言い方をします。で、DOS 攻撃は典型的にはですね、パケットを外部から、外部というか、特定のサーバーに向けて、パケットをたくさん送りつけたり、あるいは一応そのメールをこう送りつけることによって、サーバー付近のネットワークを過負荷にしたりですね、あるいは実際にメールを送ったり、あるいは、ウェブのですねリロードをするコマンドを送ることによってサーバーの負荷を上げて、でそのサーバーがですね処理をできなくするようなことです。よくあるのはファンクション5がリロードですかね。だからある時刻を見計らってあるサイトにですね、ファンクションキーをこう連打させてなんとかっていう話をよく聞いたことがありますけれども、そういうやり方をしなくても今機械でですねパケットを送れるようになっているので、そういう攻撃が可能です。でこういう攻撃は本当に起きてるかということですが、このDOS攻撃自体ですね、言われ出したのは本当にもう10年以上前です。でやはりこれ会社が多かったんですね。会社に向けてDOS攻撃を受ける。で今は結構大学もですねDOS攻撃を受けてます。でトラフィックに関して言うと、日本の大学というか、特に九州大学とかはですね、ネットワークの回線が非常に潤沢にあります。10ギガぐらいもありますね。だから10ギガぐらいネットワークがあるので、DOS 攻撃受けても大丈夫と思うかもしれませんが、下の方に書いてますね。2013年9月 DNS リフレクション攻撃によって九州大学のネットワークも被害を受けると。でこの時はですね、大したトラフィックじゃなかったんですけども、1ギガ以外のトラフィックでしたが、この DNS というですね、ホスト名から IP アドレスを調べる機能ですけれども、DNS 用のですねパケットをファイアウォールが受信した際に、ちょっと普段とは違う構文で DNS のパケットが来たためですね、ファイアウォール装置がそれの構文が、正しいものか嘘のものかこう計算をするのにすごくこう手間がかかって、でそういうパケットが大量に届いたので結局ファイアウォールの動作が遅くなってですね、結果的に旧大のネットワークが被害を受けたということがありましたが、去年ですね2014年別の攻撃があったことがあって、あの時は10ギガのうちですね8ギガか9ギガぐらいこう埋まったんですね、トラフィックが。
で上位の SP から連絡が来ましたが、でもですね10ギガのうちのですね8ギガ9ギガ埋まっても残り1ギガ2ギガあるので、実は球大はですねあんまり影響を受けなかったんですね。普段そんなにピークの時は6ギガぐらい使ってますけれども、ピークというのはこうね1日まあ大体2時か3時ぐらい昼のですね一番多いですけれども、それ以外の時は結構取引少ないですので、意外と平気だったということがあります。グラフで見たらすごかったですけどね、全然ゴミみたいなパケットでこうビチャーとこう詰まってました。で、ドス攻撃ですけれども、じゃあこのドス攻撃はですねどうやって実現できるかですね。誰かがですね、パケットを送らないといけない。でファンクションキー連打してもですねドス攻撃は最近のコンピューター早いですのでできない。そこでですね活躍するのがさっきもうちょっと半分ぐらい忘れた人、覚えてない人もいるかもしれませんが、マルウェアのところで出てきたボットっていうのがありましたね。ボット君がですねボットというプログラムが実はその外部のコンピューターと通信をして、で外部のですね C&C サーバーっていうのがあります。コントロール&コマンドサーバーっていうやつですね。あれが一斉にこう命令を出す。で一斉に命令を出してもですね届くまでに電波時間が時間のこう電波差があるからあれなんですけど、何時何分何秒に一斉にパケットをすいません出してくださいと、そういう攻撃を出すとですね世界中にあるですねまあ何百万何千万と言われてますけども、そのボットがそのパケットをそこに出すと、それで、そのサーバーはその大量のそのパケットあるいはその処理を受けるということになるんですね。で DOS は DDoS と DOS まあ同じなんですけれども、そういうその攻撃をする端末がたくさんある場合はですね DDoS と言います。 Distributed DOS で、少数の場合は DOS と言います。これ数が違うだけじゃないかと思うかもしれませんけれども、 DOS 攻撃の場合はですね送信元がちょっとわからないような感じで送るのがポイントなんですね。例えばその電子メールというのはあるメールサーバーを介して最終的なメールサーバーにこう到達させることができるので、送信元が1台でもですねそこからですね100台ぐらいのメールサーバーをこう経由して送ると、そうすると最初はですね DDoS が来たと思うんですね。いろんなところからメールがこう配信されるから。しかしよく解析してみるとこれは一つのメールサーバーから来ているということで、そこのですね送信アドレスをフィルターすると実はメールは止まる。これが DOS なんです。しかし、さっき言ったDNS 攻撃とかまあ球大がですね9ギガぐらいのそのパケットを受けたやつですね、これ通信ではちょっとまあ1年生の方で難しいかもしれませんが、通信の方式はですねTCP というものと UDP というものがありまして、 TCP はですね必ず再送とかをする関係があって、誰がそのデータを送信したかというのがですね、変更できない、嘘がつけないものになってます。そういうやつは DOS が多いんですけれども、 UDP の場合はですねパケットを送りっぱなしなので自分の送信元の情報をですね嘘の情報を書くことができる。つまり郵便なんかもそうですよね。郵便自分の差出人の住所をデタラメ書いてもちゃんと届きますよね。別に返事がいらないから、それと同じ原理なんですね。そういう場合はその DDoS 攻撃をやる場合が多いですね。で、こういう攻撃もですねまあ話で聞いたり理論的に考えたらそういうのは可能かなと思うかもしれませんが、これも結構日常茶飯事ですね。大学でも受けているような状況になってます。ちょっとこの辺、リフレクション攻撃の原理が書いてあるので、ちょっとまあ興味のある人はですね読んでおいてほしいと思います。でこの辺のですねいろんな注意については来週以降ですね設定の授業、設定の授業っておかしいですけど、最近のいろんな
コンピューターネットワークを使う、ノウハウみたいな授業があるので、その時にまたあると思います。はい。で、ちょっとあの話がいろいろ飛びますけれども、マルウェアがですね、どういうふうにして自分のコンピューターに入ってくるかというのが、ここに説明してあります。いくつか あのパターンがあります。マルウェアがですね、気がついてたら知らない間に入ってしまっているということはもう絶対にありえないですね。いくつかの原因があります。で、これは起こる順には書いてないとは思うんですけれども、結構多い順に書いてると思うんですね。USB メモリーの接続による感染。これはですね、意外と多いですね。多い。で、一回その USB メモリーで感染してしまうとですね、複数の人がそれで感染してしまうと、なかなかそのウイルスがその周りから消えないですね。みんなが完全に除去してしまえばいいんだけれども、一個でも残ってて、一つのコンピューターでもですね、そのアンチウイルスソフトウェアで、その USB のウイルス感染を検知できなかった場合、これはですね、ずっと残るんですね。とですね、これはインフルエンザによく似てるなと本当に思いますけれども、そういったタイプです。だからこれ一回これが起きるとすごくタチが悪いですね。組織であるその機関で、USB をこう回覧して、で誰かその USB にこういうウイルスが入ってたとすると、必ず誰かが感染します。でその感染したやつをうちに持って帰ります。うちでまだその別のコンピューターが感染します。別のコンピューターが別の会社に持って行ってまた感染しますという繰り返しで、なかなかですね、たちが悪いものです。が、そういうのが周りになかったらですね、なかなかわからないですね。そういうものです。だから、サークルとかですね、そういうところでもしもそういう感染とかが起きると、結構あっという間にこう広がってしまうタイプじゃないかなと思いますね。それからそのファイルにくっつく場合、でファイルにくっつく場合なんですけれども、よくあるのがですね、ファイルというのはですね、こういうふうにアイコンが、ファイルにあると思いますけれども、このアイコンというのはですね、自分で好きなものに変更ができます。これ例えばこれはですね、パワーポイントに書いてある絵ですけれども、実際は実行ファイル、エグゼキュータブルファイルなんですね。エグゼキューダブルファイルなんだけれども、こういうフォルダの形のアイコンに変更ができて、それからファイル名もですね、ドットが使えるので、なんとか写真集 .jpeg というふうなファイル名にすることができるんですね。普通拡張子は表示されないことが多いので、拡張子を表示するってやるとドットエグゼっていうのが見えるはずなんですけれども、これわざわざですね、こういうだいたいフォルダーで JPEG という拡張子もどうかなという気がするわけですけれども、こういう小細工がですね、できるわけです。そうすると添付ファイルでですね、こういうこういう写真集というあれは置いといて、ワードのファイルとかですね、 Excel の拡張子が来たり、あるいはその PDF のですね、拡張子が届いた場合ですね、ワードファイルあるいはエクセルファイルは開いても大丈夫かなと思ってこうクリックするわけですね。で、すごく巧妙にできているやつは、ワードのファイルのアイコンでクリックするとですね、実際にはプログラムが動いてるんだけれども、ワードファイルもですね、一緒にこう起動するんですね。でそれなり の文書が表示されるんですけれども、それはですね、プログラムがワードのプログラムを実行させて、同時にですね、ウイルスソフトウェアをそのコンピューターにインストールさせると、そういったタイプのものですね。そういうふうにして、運悪くというか、こういうウイルスファイルをメールで受信して、で、自分が持ってるですね、アンチウイルスソフトウェアなどで、これをその検知できなくて、実際にこう手元まで来てしまった場合にですね、間違えてそのクリックしてしまうことがあります。
まあ、その後はまあこれですね、今回ですね、USB メモリーとか、まあ、CD とか DVD でもありますね。何か本当に何だったかな、学会かなんかのDVD かなんかに間違えてですか、何を間違えてるのかよく分かりませんけれども、ウイルスがこう混入してしまって全て回収したということもですね、何かありますね。はい、まあ二重アイコンですね、ここに書いてありますね。で次にですね、これはもうここにしか書いてないのかな、いや、ウェブページを閲覧しただけでですね、何かその感染してしまうということについてですね。でこれはどういう原理でそういうことが起きるかというとですね、最近 のウェブページというのはですね、まあ、大体そのウェブページというのがどういう原理のものかというと、一般的なその文章あるいはその画像動画みたいなものが表示されていると思います。だから、まあテキストとかですね、画像とか動画とかがダウンロードされてそれが表示されているだけかなと。だからどうやってウイルスがつくのかわからないと思うかもしれませんが、最近 のウェブページというのはですね、スクリプトファイルも一緒にダウンロードさせて、例えばその画像なんかは圧縮した状態でダウンロードをして、で受信した端末のサイズあるいはオペレーティングシステムのスペックなどを考慮して適切なですね、画像を表示するような機能を持ったものがあるんですね。つまりこうプログラムをこう受信して、そのプログラムが例えばそのブラウザーの中で少しこう動いてというパターンですね。で脆弱性がある場合というのはですね、その動いたプログラムが外部と勝手にこう通信をするのを許してしまっている場合ですね。で今はこういう状態なので、普通はですね、ダウンロードしたプログラムが通信して外部とこう通信するっていうのは許可してないはずなんですけれども、まあ、そのある特定のコマンドあるいはそのパスを使うと外部にこう通信してしまうような脆弱性がある場合ですね、外部とこう通信を行います。で外部と通信をするということはどういうことかというと、さっき のファイアウォールの絵がありましたね、あれと同じで暗号化した通信で外部と通信をしてマルウェアをこうダウンロードしてくるわけですね。それでマルウェアをこう実行させてウイルス感染というわけになるわけです。ですからこの原理を使うとですね、自分が信用していると思っているウェブサイトが不正アクセスをされてですね、そういうマルウェアがあるコンテンツの閲覧と同時にダウンロードする仕組みになっていて、かつですね、自分のコンピューターにそういう脆弱性がある場合、つまりいくつかのやっぱりポイントがあるんですけれども、まあそのサイトを見てそのサイトが不正アクセス化されているかどうかということを判定することはまあ普通は難しい。しかしこうダウンロードしたマルウェアが外部と通信することを許可していなかったら、そこでですね阻止することができるんですけれども、もしも自分が使っているエクスプローラー、ブラウザーあるいはフラッシュプレイヤーなんかのバージョンが古くて、まあ、例えば今日マイクロソフトからですね大きい Windows アップデートが来てましたけれども、ああいうやつをちゃんと当ててない人とかですね、そういうタイミングで、そのサイトの閲覧をした場合というのは、誰でもですねそういうマルウェアが自分のコンピューターに入ってしまう可能性があるということなんですね。まあ、もう一個のチャンスは、そのマルウェアをこうダウンロードした時にアンチウイルスソフトウェアがそのマルウェアのことを知っていればですね、そこでマルウェアがダウンロードされたということで、そこで阻止できますけれども、そのアンチウイルスソフトウェアもそのマルウェアの存在を知らなければですね、感染してしまうということになっています。で、最近のニュースか新聞でですね、ウェブサイトの何割かはマルウェアが入っているかもしれないというふうな記事を見たことがありますが、
は結構ですね本当なんですね。本当です。で、まあ、見つかればですねその URL はアンチウイルスソフトウェアあるいはそのファイアウォールなんかで、アクセスができないように、することは可能ですけれども、やはりこう不正アクセスされたばっかりのところにマルウェアがですね仕込まれると多くの人がですねそれに引っかかるですね。こういうのは水飲み場型攻撃というふうに言いますけれども、そういう危険があります。ですからまあこれは本当に実際は恐ろしいことなんですね。どうやったらまあいいかということですけれども、現状ではですねやはり、アクセスできるところ、つまり自分のアンチウイルスソフトとか組織のファイアウォールでフィルターされないところにマルウェアがあるかどうかっていうのはですね目視ではわからないですね。目視ではわからないから、やはり防御の手段としては自分が使っているオペレーティングシステム Windows なら Windows ですね、それから Mac はあんまり使わないんですけれども、インターネットエクスプローラーとかあるいはその自分の持っているアンチウイルスソフトウェアのバージョンをですねやはり最新にしておく、最新にしておくということはそういうその外部の危険な情報を自分のそのコンピューターに持たせるということになるわけですね。ですからこういう危険なことも存在するということはですね一つよく知っておくといいと思います。これは実際本当にですね防ぎようがない攻撃なんですね。理論的に考えるとWindows などのこう修正が来る前に自分がそういうサイトにアクセスしてそういうマルウェアが突っ込まれた場合というのは全然検知できないですね。で検知できないんですけれども、そういうウイルスというのはその破壊活動をしなくて単に中にこう留まって情報収集しているだけなので、なかなかですね見つからないということになります。ただしその後でそのウイルスの存在が明らかになって、で何かのタイミングでですねウイルスフルスキャンとかした場合に、見つけられることもあります。ですね、クロスサイトスプリングですね、これはですねクロスサイトスクリプティングってやつですね。これはすごいですねややこしいんですけれども、まあ、パズルみたいなものなので、まあ、ちょっとだけ説明してわからないなという人はちょっとまた後で復習しておいてもらえるといいんですけれども、差し棒がないとこれ難しいね。丸がちょっとついてるところで、ですね、まずですね被害者の人はですね被害者のノートパソコンとかブラウザがこれなんですね。それから被害にあるウェブサイトがこの右上なんですね。で悪者はこの人とからサイトなんですね。で、まずこれは何が起きるかというとですね右上が本当のサイトで、例えば、まあ、旧大www.qcuechjp としますね。でこっちが嘘者のサイトで、まあ、例えばwww.qcuechjp でよくですね間違える人も多いんですけれども、九州の州は shu ですけれども、わざとですね syu ですね、九州の州ですね。例えばそういうサイトを作って嘘のサイトに誘導したとするんですね。で丸一番閲覧間違えて嘘のサイト、こっちのサイトにアクセスするつもりがあっちの嘘のサイトを開いてしまう。でそこでですね何かその開くページが開くので黄色いページがこう来るわけですね。で黄色いページが来るときにさっき言ったように何かそのプログラムが仕込まれてるわけですね。でその黄色いページがここの中にこう来るわけです。で今度はその黄色いページにですね ID と、パスワードを入力するというページだとしますよね。
で今度はその ID とパスワードを入力する部分だけ、こっちにこう転送させて、で ID とパスワードを入力するページはこっちの本当のページからこう取り寄せるわけですね。そこでここで ID と、パスワードをこう入力するわけです。そうするとですね、その ID とパスワードを入力した情報自体はあちらの本当のサイトに行くので認証が成功するんですね。で ID とパスワードが成功した時点でですね、これちょっとクッキーという言葉をですねちょっと知らないとこの仕組みがなかなか理解できないんですけれども、ウェブでですね ID とパスワードで認証して、でなんとなくそのウェブページをこう閉じてしまってまた開いても、ID とパスワードが聞かれないでまたこうさっきの続きができる場合が多いですよね。あれはクッキーという情報をですね、まあ、乱数、大きい乱数を使ってるんですけれども、あの情報をサーバーが覚えてて一定期間ですね認証が続くような仕組みにしてるんですね。そこでそのクッキーの情報をこの嘘の人にこっそり送るんですね。そうすると攻撃者のサーバー、こう、まあ、サーバーって書いてありますけれども、攻撃者の人はこの人がさっき成功した認証情報であっちの標的となっているですねウェブサーバーの方に認証をなしで通信ができるようになるという仕組みなんですね。要は被害者の人が ID とパスワードを使って認証して、しばらくそのクッキー情報を使ってそのサーバーはですねそのクッキーというその大きい、まあ、数字乱数みたいなものを持っている、かつ、まあ、その人が知らないことになっているんですね。そのクライアントは信用しているからこう認証した状態で通信が続くんだけれども、そのクッキー情報が盗まれてしまっているので、本来ですねその ID とパスワードを入力してないサーバーも認証してしまって、本来ですね開けない情報が開いてしまうという攻撃なんですね。これもウェブ HTTP でプログラムをダウンロードして、で、認証が成功した後にそのクッキーの情報を外部に送信させるということによって、こういう攻撃が可能になってるんですね。これは結構被害が多い攻撃の一つです。すごく複雑に書いてあるんですけれども、実際はですねプログラムを書いてしまえば比較的簡単にできる攻撃なんですね。まあ考えた人もよく考えたなと思いますが、まあ、こういうふうにですね最近の攻撃っていうのはすごいパズルみたいなやり方で、今あるこうシステムのまあこういうのが脆弱性っていうんですけども、脆弱性をついた攻撃ができるようになってるんですね。まあ本質的なのはやはりこう外部と通信できてしまうスクリプトですね、ウェブアクセスで受信したプログラムがその外部とこう通信してしまうような設定になってるっていうのがですね一つ問題なんですね。今はだからその内部のそのファイアウォールなんかでウェブとか PDF 系のやつでですね開いたものが中で実行されるスクリプトが外部とですね通信するというのはもう絶対にですねできないようにしてるはずです。あとはですねちょっとまたブラスターの話がありますが、最後にですねちょっと時間がなくなりましたけれども、フィッシングということについて、説明をしておきたいと思います。フィッシングというのは綴りは魚のフィッシングではなくてこういう綴りを書きますけれども、要はですね、主なこのフィッシング詐欺の目的はですね ID 情報とパスワード情報を盗むというのが主な目的になってます。
典型的にはですね、電子メールをこう送りつけて、まあ、あるのはよくあるのは銀行ですね。銀行システムの ID とパスワードが変更になりましたので、1時間以内にですね、あなたの ID とパスワードを入力しないともう使えなくなりますよとか、あるいは、まあ、何でもいいんですけどね、電子メール、ね、あなたの電子メールの容量があとちょっとしかないです、早くログインをして、いらないファイルを、整理しないとメールが使えなくなりますよ、そういう巧妙な、文章が送られてきて、で、おっとっとって言ってですね、ID とパスワードを入力してさせると。で、まあいくつかのあれがありますが、よく被害に遭うというのはですね、いろいろなそのシステムで ID とパスワード、特にですね、パスワードを共通化している人というのが、まあ、いると思うんですね。そういう人が、こういう被害に遭います。ですから、メールシステムと思っていたのが嘘のメールシステムで、本当のですね、自分の例えばその SSOKID と自分のパスワードを入力してしまった結果ですね、自分のその、基本メールの ID とパスワードを勝手に使われてしまうとか、あるいはSNS とかで同じその ID とパスワードをこう使い回している場合に、まあ、例えば A というですね、SNS の ID とパスワードが盗まれたら B というやつがそれでそのマークを使われてしまった、こういうのはリスト型攻撃と言いますけれども、そういうので、情報が盗まれるのがこういうのフィッシングというふうに言います。でフィッシングは当初は ID と、パスワードを盗む目的で使われていましたけれども、最近はですね、このフィッシングを少し高度化させた、いわゆるその標的型攻撃、いつも時間がないのであれですけれども、というのがあります。標的型攻撃はですね、フィッシングよりも少し高度な攻撃です。フィッシングはですね、こう数打ち当たるじゃないですけど、すごくたくさんの人が多くですね、銀行口座を持っている人持ってない人関わらず、からメール持っている人持ってない人関わらず全部来るんです。そしたら1人か2人ぐらいこう引っかかるかもしれないなっていうのがフィッシング攻撃ですけれども、標的型攻撃というのはですね、ある人が持っているファイルが絶対欲しいと、ある会社が持っているロケットの設計図が欲しいと、ある国が持っている、軍事に関する機密情報が欲しい、そういう明確な目的があります。で、そういう人、あるいはそういう人のグループに向けてですね、もう少しこう巧妙なこう文章を送るんですね。でその巧妙な文章の中で URL をこう入れてるんですね。盗む目的は ID とかパスワードではなくてそのファイルなんですね。 URL が書いてます、まあ、例えばその会議に出ましたと。で、会議のですね、構成版の資料を添付で送りましたと。あるいはその会議がですね、次の会議の日程調整を次の URL でしますので必ずですね入力してください。でその入力するとちゃんとですね、その会議システムがこう起動するようにちゃんとしてるんですね。それは嘘かもしれませんけれども、でその時にそのサイト、さっき言った、ですね、水飲み端攻撃みたいにそのサイトに仕組みがしてあって、でスクリプトファイルがこう読み込まれて、でその人が使っているコンピューターに脆弱性があった場合ですね、そのスクリプトファイルが起動して外部とこう通信ができるようになって、まあ、その C&C サーバーみたいなところと通信を行って、その人が盗みたい文書が盗まれるというのがですね、標的型攻撃です。で、この標的型攻撃、ちょっと時間がないのですごい短く説明しましたけど、これは本当に深刻な攻撃で、その人のこのファイルが欲しいと思ったらですね、その人が使ってる普段使ってるそのコンピューターの OS の種類とかバージョンとか全てこう調べて、で、そのセキュリティホールをつくスクリプトファイルを用意して、実行に移すので、その人がもしも URL にですね、その URL をアクセスしたらですね、99% 以上は
成功してしまうというタイプの攻撃ですね。標的型攻撃とフィッシング攻撃というのは結構似ているので、一緒にする方が多いんですけれども、日本人の方であるいはその大した情報でないものを盗まれる場合はほとんどはフィッシング攻撃です。不特定多数の人にこうバーッと行って、引っかかった人をその人悪い人がこうアクセスするんだけど、まあ、何も持ってない人も引っかかる場合がありますよね。その場合はこう被害には遭わないけど、標的型攻撃は間違いなくですね、引っかかると被害に遭うような、攻撃です。で、まあ、どちらの攻撃もなかなかその分かりにくくて、対策がしにくいけど、やっぱりその OS とかですね、ファームウェアとかのバージョンをちゃんとしておくっていうのが、一つですね、キーになると思います。ということですね、今日はいろいろなコンピューター上のアタックみたいな説明を、しました。まあ、知ってる話もあったかもしれないし、知らなかった話もあるかと思います。で、いつものようにですね、今日の分の課題がMoodleで、できるようになっているので、提出してください。それからですね、課題はですね、もう、Moodle のあそこに直接入力されていいです。ワードファイルで作ってそれを添付とかしてくれてもいいんですけれども、簡単に自分の感想とか、あるいはちょっとこう書いてある質問に対して、知ってることを書いたり、今日聞いたことを少しこう復習する意味で、何か書いてもらえばそれでいいと思います。はい、それではですね、今日はこれで終わります。来週からちょっと先生がまたいろいろ違う先生が来るので、またいろいろ違う話が聞けるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。